ジャッシャネルアニキです。モッスルです。企画ですかね、はい、知り合いの農家さん家にお邪魔しています、うん、今日何するんでしたっけ。土地が広すぎ手が回ってない山の草刈りをしてほしいっていう、ね、相当手つかずの土地みたいなんでね、気がならないブドウの木とかがある、実がなったりしたら嬉しいな、まあ少しでも役に立てるように。そうですね、頑張ります。はい、頑張ってみましょう。ジャングルだね。そうだ、ね、ああ、ああ、いや、探し際だからね、こっちにいない限り、来ちゃってみよう。もいるかもしれないから気をつけてね。はい。はい、え？自然に生えたクルミの木が。え？もう下みんな取っちゃった。ああ、この辺ね。時間があれば。はい。あればです。やりました。あとはね、霜？シノ。シノ。これシノでしょ？みんなほら。シノって言うんですよ。だからみんなこれが生えちゃう。竹かと思いました。うん。竹の仲間だろう。ちっちゃい。これがみんな生えちゃう。ブドウがこれ。ブドウはどうやってやってるの？ほう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 。ほんとだ。あ、そう。ほんとだ。これ芽が出てる。芽が出てるでしょ？剪定してんだけどダメ。一個もなくないよね。アンズ。あの、大きい、背の高い木。アンズ。アンズか。うん、でこれがサクランボだけど、はいはい、全然なってないんですよ。花は今年いっぱい咲いてたの。でもね、ここにもう一本、これ、あれサクランボが、最後があったんだけど、倒れちゃった。台風の時。うん、であれがプラン、プルーン。プルーン。分かる？はい。あれもならないと。みんなならない。一通り見てきましたけど、すごい現場ですね。何から手をつけていいのやら。見栄えも良くするっていう目標でいいですかね。見栄え良くするのが目標ですね。やっていこう。じゃあ指導だ。こういう感じですか。いいね。すごいテンポ速くなってるなんか。すごいぞこれ。もう忘れちゃった。すごい。
数瞬間前に草刈りを終えてもう一回やってきたんですけども、もうかなり草が生えちゃってますね。これはなかった。これはなかった。これなかったよ、絶対。うわ、すごいな。あ、ここら辺はいいかもしれないね。日当たりが悪いところはそんなに。大丈夫か。うん。やっぱり日当たりがいいところはすごい、全体的にちょっと草伸びちゃった。農薬使わないで、維持していくって大変なんですね。うん。